時刻は午前1時になりました霜降り明星の粗品ですせいやです毎週金曜日のオールナイトニッポンは我々霜降り明星がこの後三3時まで担当させていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと今日がそうですね最後の放送になるかもかもしれません知しれないんですよねこれがしょうがないですねやっちゃったんだよねあ出たこれがいやもう大丈夫なスペシャルウィーク クッキーハルで今から。大丈夫なんな。言わしてもらって。関さんが。はい。ついに。ミスター都市伝説。関秋夫師匠が。師匠。ます。はい。関師匠が来ます。ほんまにマジで、来てくれるとは。いや、そやね。来てくださるとは。ダメ元オファーですよね。うん。だって深夜1時ですよ。いや、し、その、関係性というか。いや、そや。共演したことも一回もないんですよ。 いや、これ、一回もないねんけど、相当後輩。でもなんか、あるらしいな、実は。関さんとおー、いやー、わかん都市伝説かもしれん、これも。え俺も聖也も、うん、関さんと、なんか、スタジオでは会ってないみたいなさ。あのー、やりすぎ都市伝説の、そうそう。お互い一人で出たもんな。そうそう。う結構前やで,で,<も>で。俺の時もおらんかってん、関さんみたいな。おー、おー、俺の時は V やってみたいな。 で、せいやさんの時もなんか、スタジオにおらんかったの。いはらんかったと思う、V で。いや、でもなんか、おったらしいで。えそっから都市伝説始まってんのも関さん自体のうん。なんか、写真とか流れてきた X で。その、当時の。共演してるうん。スタジオひな壇横並びみたいな。関さんが最打ち。おって。マジわ、わ、わかん いやでも関さんも V になってたけどなその時もレジェンド枠みたいなああそのだからトークスタジオで生で喋るんじゃなくて、うん、サブ出し見てたんちゃうかみたいな自分の V <ー>スタジオではいはいそれはあったなだからあその時に共演してないですかいやスタジオやらへんかったと思うけどなこれはちょっとまあそれも謎やし、うん、関係性はなその薄いからうん とりあえず挨拶させてもらってさっきねはいあの握手握手強かったね強いねよろしく強いあれはただならぬ圧を感じました来たねって言われてあ来たねって言ったなんか埋め込まれたかもしれないえーじゃあ手のひら厚いのよ何枚いやなんか何枚いやグーって強かったよんちょっと埋め込んだ力やったじゃあわからんてないんが こんなんもマジで今しか言われんかもしれんからなぶち切れながら入ってくる可能性あるこれ聞いてはったらもう外でも流れてるしすぐそこらへん言い張るからねそう言い張る握手強かったねだから関さんがスタッフさんの誘導で「あじゃあこちらです」って入ってくる時の顔で分かるようなもう目がもうほんまにバキバキで。 バ <laughs> キバキ大城ザメみたいになってたら終わりです俺、俺ああ、終わりですね。はい、泣いてるかもしれんし。もう殺されるじゃん、俺ら。いや、めっちゃ楽しいやないやいやいや、でも、もうせっかくやからいろいろ聞きたいよな。聞きたい。みんなも聞きたいことあるやろし。もう一応死のやつとか聞きたいわ、はっきり言うて。こんなことないもんな。ない。その、ラシオで、関さんと、フラットに喋れる。しかも生で。 生はちょっとピリつくよ。ピリつくねえ。なんなんか、俺ら都市伝説ほんまひよっこやん。ひよっこやな。だから何に触れたあかんのか。あ、そうやねんな。何やったらこうな、うん、なんかこういい質問だねとかも正直わからんから。わからん。やばいちょっと探り探りはいきますね。ちょっとな、俺らのスキルが。そのわからん、そのお笑いの話を俺らがしたいって言われて、うん、なんかそのインタビューとかで。うん ええ、そう、漫才とコントの違いは、みたいな質問してまうかもしれない。都市伝説における。冷るかもな。それはちょっと、どうなるかわからん。だから、関さんが。そ,んま、その段階でもう、言うなよみたいな。あるかもしれない。よ。めっちゃ先輩それはだからもう、ピラミッドの中に、入ってんだってみたいな。<laughs> 全然あるかもしれない。あ、全然あるよ。これはちょっとね。聞きたいな、でもでか。かつてない緊張感。 確かに。緊張感。こんな、ーナーどうなるかわからん。握手やったな、確かにな。ゲスト初めてですね。めっちゃ楽しみです。もうワクワクしてます。ワクワクしてますね。はい。ええ、後ほど。後ほど。ちょっと来ていただくということで。よろしくお願いします。うん。いや、もうすごいね。うん。あの、こういう録は結構夢あるね。だから、コーナーでモノマネしてた人が結構ゲスト来るパターン多いから。多いなうん。跳ねた人。 そうそうそうそのまま生まで呼んでくれる関さんもそうやし、まあ、それでとあのー、政権さん <laughs> 政治さんもなお前コラボして誠拳さんこういう録で大人気ですからそうやな誠司さ,さんとかもラジオひどしなあ飲みに行くねんな、ね、いろんな人とな <laughs> お前やなコラボして、うん、あのー、まあまああのちょっとえっと思ったのはんか、はい、サムネイルかな 途中のせいじさんとのお前との並び二人並んでるんですけど誰かなんかコメントかな「未来の霜降り明星」って書いてあ誰がやねんお前いや誰がやねんおかしい光栄やろお前いや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 確かにないじさん俺あそやで誰かいじさんお前めちゃちゃええってせいじさんが笑って誰が未来の霜降り明星未来のせいやですよせいやとせいじでな見てるなお前も あそれこそでも聖児さんとも仲いいんかもしれんな。うん、関さんとか。あほんまや。やりすぎ工事。とかね。ほんまや。それ誰と今、長くしてはるんかとかも。うん、とかな。俺やっぱ金成さんのことめっちゃ聞いてやめてくれ、それ。<laughs> そうなんか、なんで都市伝説で、でガンガン来て、はって、その、ハローバイバイ時代の話とかあんま。好きやね、俺。ハローバイバイさんあのー、昔、 なんかの番組で、はい。見た、あの、なんやろうなんか、兵隊さんのネタ兵隊さんのネタ二人でこう、いや更新して出てくるみたいな。<laughs> 見たことないねんな、ハローバイバイさん。で、関さんがボケやから、そうかそうか。とボケて、こうボケてあって、みたいな。はい,はいはいはい。やつ見てたよまだ、それしか知らんねんけど、ハローバイバイさん。じゃ関さんが普通に、うん。ボケてるとことか見たことあんねや。あるある、俺はもう結構見てたよ。そうか。普通になんか、 何か言ってたよ何か言ってたなんか言ってたその、うん、あれあげあげライブかな,なんか、えー、無限大やったっすよ、ね、劇場の代の多分ね師匠,ね師匠関さんそんな感じやったと思いますよ、えー、そん時の関さんは消されなんかなその都市伝説の関さんにまあどんな深い深いこと言うなお前セキルバーグセキルバーグいや俺はでもあの時の関さんの 影も追ってますからはい、はい、俺がもう関さんを認識しだしたんは、はい、もう目でっかい目の前で怒ってはったわでっかい目 <laughs> でっかい目の前で怒ってはった、うん、そのボケてる関さんのイメージ全くないハローバイバイさんハローバイバイさんうん、えー、いや確かにその時代の話ももしかしたらしてくれはるかもしれんなうん、うん、なんかあのほんまスポーツマンシップにもっこりみたいなこと言ってはったよマジで ええー、あ、ちゃんとネタそう、うん、ちゃんと。まあ、<ー>文言ちゃうと思うけど、なんか、陰憤でもっこりみたいな言ってて。<ー>もっこりしちゃってんじゃないか。カイナルさん突っ込んでたよ。<ー>な、なんのフレーズやったか忘れたけど、今何してんのとか。後輩。<laughs> はい。誰が仲いいんかとか。うん。謎やもんな、マジで。謎。うん。その、まあ、可愛がってほしいよな、いやは。俺うん。飯とか連れてってもらったら うい,ういやいや、でもほんまに、その、いやい。 そんなわけあるかみたいなイジりやった。お前めっちゃ悪いで。俺そんなんなゃ。お前、これめちゃ、くちゃ、お前な。いやいやいや、その。お前がそうした今、いやいやいや、お前のそれ気をつけた方がええぞ、それは。ちゃうで、俺。めちゃくちゃなんか失礼な。失礼。爆弾押し付けるみたいな。え、飯行ったらみたいな。お前。分かってないわ。インターネットや、お前。いやいやいや。もうそんなやつばっかりか。いや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 、今の。国さんと一緒にご飯連れてってもらうよ。関さんと。関さんと。 さん連れていくねお前怖がるやろお前怖がらない怖がらない気さくやんで俺赤ちゃん誰かに預けて関さんと飯食いに行くねん俺一人で行くよ関さんとはいやいや関さんとマジで YouTube でトークとかないや仕事はそりゃあかんよいやいきなりプライベートで間に合わんかったかその何食いに行くねん関さんと分からん俺え分からんそのいやそれは分からんその明かされへんよ 初夏に肉なんて食らうみたいな言われたらどうすんねん。初夏にお前、全然牛は違うだろみたいな。で、味噌のビルのなんか、赤老。赤老なんていうなんか、狼の肉とかさ。冷凍庫にあった。大阪にあったみそのビルっていうのはなんか、そうそうそう。めちゃくちゃ怪しい店な。あれみたいなとこ行ってこいお前。いや、じ間に合わんかったか、あの、せやさんのね、お子さんご出産。はいはいはい。の時期にこれやったらな。ぜひ。 名前も決めていただいたりとか。お前なんかいじってないいじってへん、マジで。マジでいじってへんな。いやいやいやいじるとかさ、関さんに、その名前、イルミとか言われるやろ。イルミナティの。イルミとか。イルミそれもあんま何も知らんから怒られんねんけど。お前、めっちゃやばい言葉ってどうしよう、イルミナティが。いや、そう、わからへんのよ。わからなあ確かに。言ったらかん。ごめなあかんで。で、お前はそうやって、なんかいろいろ適当に言うから、 レプリティアンの可能性あるからな。いろんなこと言ったり。人型蜂。そう。何にも考えずに。みたいな。じゃ発言できるのはレプ。一番考えてる俺が。だからちょっと関さんに聞こうや、これも。レプって何なんですかその分野に明るいかはちょっとわからんけども。関さんがな。やっぱ聞いてな。ちょっとこれはもう全くわからんけど。どうする何にも。ほんで逆にこのもう。 期待はこうしてたけどめちゃくちゃ「ごめんもう最近そんなんやってないんだよ」みたいなあれ嫌やななんか山の手線ゲームとかしようよコンパみたいなボケる人みたいな感じあいやボケる人はええんちゃうどんなどんな感じなのいや俺はだってあの俺一個みんながな今日ファンの人とかもさ「大丈夫ですか?」みたいな。 関さん <laughs> ほんまに言ってる人もんねんそうそうまあ言うたら先週ちょっと冗談でさ最近の関さんまた調べたけど、はい、結構ギリギリやったぞみたいな、はい、まあ冗談で言ったけどほんまに結構なんかうんマジで大丈夫かみたいな意見も来て<ー>な冗談通じるのちゃうかみたいなイメージあるかもしれませんが俺は確固たる一方自信あり自信ありあのティックトッカーの松田家、うん ああ、ああ、ああ。ああああの日常みたいな。あああああああがもう死ぬほどいってるやろ、関さんのこと。てか、もともとそのモノマネで出てきてああ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 の人なああセンターああで。ああああああ髪ピンクにして。ああ、うん、やっあんだよね、みたいな。ああ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 関ああラップみたいな。やってるやってる。ああ。で、結構バズって、なんかコラボしてあった気すああんああああああ本人と会いましたみたいな。ああああああだから、 結構、ほんま、タコいじりしてもいいかもタコいじりはす。いや, <laughs> いやあれい。じりか、ね、ええ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 。あの、松田家の日常の人は、なんか、それがきっかけで。最初、動画投稿したらしいからな。ああ関さんの。それでやってるグルメリポートみたいな。やいや、ただ、その松田家の日常。うん、その、俺も思ってんけど。うん、関さん、確か許してるって。二<う>年ぐらい。新しい動画、あの人、上げてない、知ってる。 最近姿見てないんだねいや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 まあまあまああれなおらんねんぞどこにおんねんおんね消されてんねん消されてへんコンサルやってんねん最近一個上がったんやステージおとうかないややってるやってまだまだやってるよおらんからなでもまあでも関昭きラップとかもやめてんないやそういないんですよもうその 昨日見たとか言う人がいないんですよあの人どこにも <laughs> いやまあまあ1年前2年前の動画しかないねあれいやいやそんなことないあるよ今もある,ある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 大丈夫かな大丈夫消されてないよまあでも俺も一個自信あって、うん、関さんはあのー「X」ああ<ー>でノリノリでした <laughs> なんかす数字みたいな足して <laughs> ああそうやな、はい、18! 楽しみやな <laughs>、あのー、いや、関さんは今一番、一番な面白い人かもしれんな。面白い人。いや、関さんブーム来るよ、これ。来るなぁ。年伝説。俺らが初めてちゃうこのオールナイトニッポンで<ー>ゲスト持ってこれたん。油断するとでもどこで怒りはるかわからんもんな。それはもちろん。俺ばっかりは難しい。怒るフェーズはでも終わってるからね。その、今泣くから。泣きはるから、今。最近の関。秋<を>うの、ん、関さん。 ちょっと楽しみですね。すね<ー>いや、ちょっとドキドキします。はい。下国明星のオールナイト日本。 改めましてこんばんばはでアアです聖夜ですさあ今夜はスペシャルウィークということでこの後すぐミスター都市伝説関明夫さんが生登場です、はい、いつも通り番組聞いての感想に加えて関西の質問メールを募集しますはい SS アットマークオールナイトニッポンドコムまで先は SS アットマークオールナイトニッポンドコムせいやと粗品の頭文字で SS となっておりますネタメール採用者には解決ぞろりの作者原裕先生の書き下ろし番組特製ステッカーを全員にプレゼントコーナー以外のメール採用者にも抽選で5名様に差し上げます ご希望の方はメールに住所本名電話番号を忘れなく霜降り明星のオールナイトニッポンこの番組は「明星女神」「ガチャガチャの森」「エイブル」「ワンカップ大関」「ブルボン」「中山精密」「種の滝」「ライオンケミカル」「イチコ下町のハイボール」「日清機構」「低人ファーマー」「青木アスナロ建設」 以上各社の協賛で東京・中学楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしておりますいやー楽しみなーいなあどうなるかあのー、本当に最後の放送になるかもしれません本当に今までありがとうございました、えー、笑顔がねもうこの時間帯で消えるかもしれませんやりましょう そして帰ってきましたミニチュアラジオブース 2, 2> 待ってました好評だったカフとマイクは日本放送スタジオの実物をもとにヴィンテージ加工した新バージョンヘッドフォンやマイクカバー大ボリュームの立体ロゴも新登場絶対ゲットガチャガチャの森ル日当たりも大事だしこのバルコニーの広さも捨てがたい個性的なのもああいいな ああ、罪な間取りたち部屋、エイブルで決めよ池田エライザでしたお部屋探しはエイブルイーチコハイボールレギュラーブレンドはすっきりした味わいと炭酸の爽やかさにカボスが軽く香るこれと言って何にも特別じゃないちょっといい時間が流れるお酒ですいい日のそばにイーチコハイボールお酒は二十歳を過ぎてから ななかなかええやん中山精密自分探してますさんからのメールです僕は今就活中ですががやりりたいことが分かりませんなるほどなかなかやりたいことが見つからない君に朗報です中山精密という会社はなかなかいい会社なんです一度検索してみてくださいなかなかええやん中山精密どうも個性や自由でははみ出していくはみ出していくはみ出ししてていいくくそ,それが新しい学校のリーダーズです ということで、尺をはみ出しそうなので、ラジオ CM で伝えなければならないのは、そう、商品名。商品名、キュンと合わずっぱフルーティー、ブルボンフェットチーズグミ。ねえ、この歌知ってる?。どの歌?青木。あおきあすなろ、あおきあすなろ、あおきあすなろけ、う耳に残る。誰かの記憶に残る仕事がここにある。 建築と土木で持続可能な社会を目指す会社青木アスナロ建設番組ではあなたからのメールを募集しています受付メールアドレスは「SS」「オールナイトニッポン」「SS」「オールナイトニッポン」「ドットコム」「せいや」と「粗品」の頭文字を取って「SS」となっております Twitter は「霜降り明星 ANN です 番組公式ツイッターもあるのでそちらのフォローもお願いします「霜降り明星のオールナイトニッポン」問題自由の女神勝利の女神明星の女神の中でアメリカの象徴といえば <laughs> そう自由の女神ですがもっちり極太麺 <laughs> のの女女神神が止まらない別格の袋面明星女神僕たちのことで忙しくても仕事で疲れてヘトヘトでもお母ちゃんはお父ちゃんの分も頑張ってると思うおお母ちゃんでお父ちゃゃんんで父妹を見てくれたり僕がそばにいるって言ってくれたり自分で俺はプチ父ちゃんやなって子供 時々お父ちゃん突然の死別で家族の形が変わっても子供たちの未来は守っていきたいからお父ちゃん見ててね「足長育英会 ACJAPAN」AC ジャパンはこの活動を支援していますお母ちゃんはお父ちゃんの分も頑張ってる俺はプチ父ちゃんやなってお母ちゃんでお父ちゃん子供時々お父ちゃん突然の死別で家族の形が変わっても 子供たちの未来は守っていきたいから足長育英会 AC ジャパンはこの活動を支援しています日本放送キーステーション全国三十六局ネットで放送中霜降り明星のオールナイト日本霜降り明星の素品ですせひヤですさあでは今夜のゲストにご登場いただきます自己紹介お願いしますどうもミスター都知伝説関明雄ですあ,<ー> <laughs> ありがとうございます

伝説作ってやばいね嬉しいねありがとうございますもう自分たち今もう飛ぶ鳥を落とす勢いでいや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 そんなことないですごいと思うよ俺でもいろんな人からいろんな話聞くけどまあ自分たちの名前は絶対出てくるええマジすに出てくる積山界隈でもそうそうだ特に積山界隈っつったってねまあ一般の人ももちろんいるけどほぼ業界の人ちだ ああ、そうか、ね。そう,ね、そうそう、そう業界の人たちから、政財界から、何からでも、本当ですか、えー。そうそう、<laughs> いろんな人と結構喋るようになて <laughs> った。あんま、あんま聞くなよ、そこ。<laughs> 聞きながら何でも、ただ俺おしゃべりだからボロ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 おしゃべりいやいやいや怖いです、それが。関さんはもう、ラジオ、生ラジオっていうのはめっちゃ久しぶりですかいや、基本ね、これね、さっきスタッフとも言ったの。昔ね、それこそあれですわ、吉本興業にね、お世話になってね、いた時代ありまして、その時のマネージャーには、ちゃんとみんな知ってたの。関は生対応できないから禁止だったわけ。うわドッキリと生放送と生ラジオの出演は絶対 NG。 やばい。あ、当時からっすかそう。はいはい。だけど今回なんかノリで受けちゃったけど。やばい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 やべいや、ノリで受けたんだけど、受けたのも、いや、俺、しもぐりが好きだええー嬉しい。俺ね、特に、あの、なんだろ、せいやくんはい。せいやくんは初めましてだね。初めましてです。なんだよな。はい。ただ、その、粗品さんに関しては、以前、その、やりすぎ都市伝説っていう番組に、出ていただいた時に、はい。まあ、見事に、バンと落として帰って、 っって言ったのよあの音楽の不況だもんね。あ,あよう覚えていただいていや、あれ、だっていまだに、はいその、スタッフの会議にも上がるもん。あほんまそう、あのあとだから、粗品さんまた来てくれないのかなっていう話になるわけよ。はい、粗品2回で出てましたもんね。で、あのオチがもう一度聞きたいみたいな感じは、やっぱそれは。 普通のファンの声からも聞こえてくるし。あれは確かに良かったです都市伝説としてめちゃくちゃ評価されてるお前。だけどね、俺ね、その時に、その、霜降りが出てきて、あれももうかれこれもう何年も前だよ。はい。全然ね、本当に5、6年下手すれば5年ぐらい前になるのかもしれないけど。そうですね。5年、2回出たの。はい。そんぐらいだろあ、そうです。で、俺もうその時にはもう、 その後輩芸人とかと全く関わりを持ってないわけ。そうですよね。もうその時からちょっと関さんって、うん、芸人として意、うん、じっていいのか、あ<ー>ちょっとこう都市伝説、 として、ちょっと怖いな、みたいなのもありました。ちょっとそうだな。はい。にしては、お前、すげえディスってます。いやまずい。にしては、お前、ラいオでお前相当ディスってます。セギさん、待ってください。ワイディスって。セギンさん、待ってください。お前スってるよな。セ待ってください。お前、ちょっと待ってください。セギさん。セギさん。いや、だよな。そうですよ、こいつ。お前、せいや、が一番小汚ねえと思うよ。やばい、バレた。一番怖い。 <laughs> いやいやそうだよ、だってさ、粗品さ、粗品、はい、俺さっき言ったな、はい、ほあの普段俺後輩の顔とか一切覚えないけど、楽屋でこの子に言ったの俺一個だけ覚えてるの。昔ですかそう。あ、はい、って、その収録終わった時に、はい、お前大栗俊に似てんなって言ったの。ありましたねー。あったよな。 めっちゃあったわー、それ。お前、お前、しょ、会ったことないって言ってたんですよ、めちゃくちゃありました、それ。僕、腹黒いのはどっちなんだ、ほんとに。い関さん、いやいや、こいつ会ったことないって言ってました、ずっと。言ってない小栗旬って言われたの。初めてです小栗旬に見えたの、俺は。ええ。 初めて言われたんすよ、その時に。なあはい。あ、初めて他の人みんな言わないいや、なんか一番最初に見つけてくれたって感じっすね、関さん。その後めっちゃ言われるようになりました。すんげえイケメンなの。ありがとうございます。すごいハマってるやん、関さんに。なこれだってもう、お前だってまだに伝説作ってんじゃないお前。え、マジっすかお前だってまだにお前ネットの中お前すげえバズらせ方してるから。あ、いろんなといろんな話題あってで、お前言いたいことを言うとお前一番気持ちいい人間だからな。嬉しい 関さん間違ってねえからいや自信持って言っちゃってありがとうございますそういうところに関してはさお前ずっと自分の素性を隠して生きてんだろお前素性を隠してないですけど関さんいや俺おかしいね今日相方がな何か世間をさ騒がせたその隅っこでいい人を演じてる感じないを演じてんねや人を演じるていうかそうないやいや普通に僕はテレビでお笑いしてるだけなんです <laughs> テレビでお笑いしてるだけで千木<に> <laughs> <の>さんは <laughs> 俺に全部体向けていや俺だって久しぶりに若手と絡むからさいい、ね、ちょっと正面でのぞかしてもらおうと思うよ俺に100万 <laughs> <laughs> 教育指導の先生みたいになってるからうれしいなすごいいやいや それでもな、どっかにな、直接舞台上では絡んだことはないけど、何かで俺のことを見てくれてて、もちろんですよ。で、都市伝説もすごい好きで、でも、なんでディスるのねえ、俺、ディスってました、何見られました、いやいや、いろんな、かれこれ、2年ぐらい前からだよな、ラジオで。ラジオででももそうしの方本人が 作ったサムネじゃないけど違う人が多分サムネを多分作ってんだよはいはいはい席かかってこいみたいなああこのままディスるというかこの関さんいじらしてもらって関さんでもチップは何枚入ってるんですかえチップだからそれは枚数言えないよなんでここで俺が出さなきゃいけないんだよ言えないよお前俺今日殺されます皆さん聞くお前 <laughs> いやそうそう、でも、まあ、マイクロチップね、まあ、手にね、こう、まあ、指に入ってるね、手に入ってるけど。入ってるすげえでも、これは、俺はモニターとして入れてるわけだよ。ほ <laughs> ー、実験者みたいなことですかそうそうそう。だから、まあ、いずれもみんなね、その、自分たちの個人情報というのは体内管理になるわけよ。はいはいはい。これからですかこれからなんか特にそうじゃん。 これから特にいろんなところでさ、相性番号だ、なんだっていうのもう覚えきれないでしょ、はいで、覚えきれない中に置いて、また、プラス紙に書いてさ、机、はい、の中に入れてますかって、もう入れないじゃん、入れない、確かに、はい、入れないの、はい、そしたら、じゃあ、自分の大事な,なあ情報は自分の体内で管理しましょうねってのはこれ当たり前。はい えー、だから今、そのまあいろんなところでさそのペーパーレスとかそういうのがあるわけでしょ、全部こういうの、もう必要以上にもの作ってどうするんですかっていうのと一緒で、じゃあ今、カードでどんどんこうやれるようになってるけど、はい、もうカードレスっていう時代にも来るわけでしょカードレスに、カードも使わない、使わないそしたら全部自分の体内え。すげ今指のな、関節みたいなのを動かした関さんが、なんか、ブンってなってるみたいな。 だけど、そのテレビでは言ってるのはそれ一つね。はい、一つだけど、はい、全然右手にそれは三個ぐらいは入ってるよ。<laughs> えカ言うた、ほんで、いやいや、そんぐらいはもういいですよリーいいですから、ね、お前ただ俺、俺だけじゃないからな、らいはい、普通にみんなの知り合いだったり、友達だと思ってる、会社の企業機密とか持ってる人たちは、みんな体内にそれ持ってるよ。えー、えー、でまあ、してや、今な、世界中でこういろんなな、ドンパチが起きてきてるわけで、そしたら世界的にも軍人さんがどん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 こう出てくる時代にもなるわけじゃん、そしたらそういう軍人さんたちっていうのが、まず最初に試されていくよな。 モニターとして、モニターとしてだから銃を持って、各自自分の銃を持ってるわけでしょ、もしそこで射殺されたりしても、相手にその銃を奪われたら、逆に武器となって帰ってくるわけじゃん、そうですね、そしたら自分との称号っていうのは、その銃と称号はマイクロチップでするわけじゃん。使わせなないためにるほど もううでもそれが俺は分かりやすく右手のところに入れてるけど、はい、人によっては入れてるとか絶対言わないから右手以外にも入ってるんですか関さん右手以外にもそれはそうでしょうねええいきなり他人事にしてるけどそれはそうだよ そうっすね。そ,そうだよ。だから、もう今、<え>脳にブレイン、インタまあ、はい、ブレインね。まあ、脳にボンって、もう直に入れる人たちも、それ出てきてるか,なーーから。はい。で、もう、チップの形状がさ、はい、これがうちらがテレビでやってたのが2017年ぐらいな。そうか。やってました。いや、見てました。見てました、見てました、うん。それで、関さんが、なんか誰かゲストが、うん、あの、2枚、 れまみたいに言ったと関さんがぶち切れてるの、僕、見たことあるんですけど、番組の演出ね、番組の演出の並木さんっていう人が、その本番中に、そうそう、関さん、2個入れてますよねって言うから、それ、まだだろうと、今回の回で触れるところじゃねえだろうと、あなるほど、順番があるんだよって言ってた、順番があるし、まだ、トランスヒューマニズムって言うんだけどね、気体と体の融合とかでもそうだけど、まだ、 勘違いしてる人たちがたくさんいるわけじゃん。うんうん、情報をちゃんと読み取れない人たちはい,はいはいはい。ある、はい、でそもそもやりすぎ都市伝説っていうのは、世間より5年早い情報を投げてるわけ。おわおもろ。すごいな。もうマジで早いんすね。だから、2017年のときに AI とかマイクロチップとかフィンテックっていう話をしてるわけ。はいはいはい ビンテック。で、2017年の時って、まだ世間、クラウドっていうこと知らないんはい。ちょ、お前、うるさいね。関さんが喋ってん。ビンテック。未来の中国の SNS みたいな話止めてます、こいつ。いやいや、全部サブリミナル効果。ああ、えっと、お前、何やってもい。向転するな。粗品のサブリミナル。俺だけめまっすぐ見られてる。これ毎週聞けると思うとね。ああ、いや、すごい。いや、ハマってんな。いや、僕も都市伝説。 喋ららしもったんですすけどやりぎ伝説覚えてるよ。あっ、うわ、すげえ覚えてるけどさ、器用だからさ、ありがとうございます。なあ、だからでもちゃんとこう、あれ、しるのって結構大変でしょ。大変っすね、自分で。なあ、そのもう本当に一人だけの世界にならなきゃ喋れないっすそうっす。俺が喋った知らん何、どんな喋ったのあの、夜道で、前から女の人来て、 あの、めっちゃ体おっきい人で、なんか、頭が福六樹みたいになって、これマジな話なんですけど、あのー、みたいな、<ー>駅どこですかって言われて、うん、いや、知りませんって言ったら、パタ、パタって服めくってきて、なんか作り物のおっぱいつ,、うん、ついてて、<ー>うわ、やばい、この人、変質者や逃げな<ー>と思ったら、バッて塞がれて、<ー>その、カバちゃんみたいな、でっかいカツラみたいなの被ってて、 多分お姉の人かなわからんけど。<ー>で、ばっって、<laughs> 俺、金玉握られて、<laughs> くクくクく,く,くって握られて、<ー>もう、クレヨンしんちゃんじゃーんって言われて、俺、うわー だって逃げたんですよ信じるか信じるかあなた次第です信じるか信じないかはあなた次第です信じるか信じないかはあなた次第ですよね。素晴らしい話ありがとうございます信じる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 信じてくれますか信じます何やねそれこれを言ったら都市伝説ちゃうか知事件めちゃくちゃめちゃくちゃ知事ではまったっていうやつをやらしてもらったんですよねでも都市伝説もあるし ね多分みんな、その巷でね、そういう情報ってみんなあるわけですよ、だからよく、まあ、ラジオのね、そのリスナーの方なんて、もっと僕らより詳しい話知ってますから、あーえー、そうですか、そうそう、で生,生放送だったら特に無理だよね、それで情報もを、ね、ちゃんと知ってる情報をどんどん送ってくださいっていうと、はい、もう生放送の時に、もうのめ読めない内容しか来ないわけよそうですよ、ね、やっぱそういう内容のって、存在する、んですかする,す,るする、する<ー>、する生放送では言えないやつい,けど言えない だからそのテレビとかでもラジオとかでもさ一応その民放行動とかそういうのあるわけじゃんだけどもう実際さ そのもも昔、そういう職業に携わった人が、もうみんなどんどん点検してるわけじゃん。で、もう過去のこととして、もうみんな言うわけよ。ほ<う>そしたら、じゃあそこの民法行動とかだってな、はい、今ある世,世間のだい、えー、大体、うんまあ、LINE、ねはい、より下にいっちゃうわけじゃん。だけど、インターネットの方がもっとみんな伝わるわけね。そしたらメディアもこれ、実は逆転してるわけじゃん。 逆転していいのが遅いうの遅いってことになっちゃう自分たちの個人の配信のほうがって、そのそ言えない理,理由ってな、なんで言えないですか、そ,ういうのそれはやっぱりこうモラル的なものもあるし、うん、でもやっぱりそこにはその政治的な既得権益もあったりしまするよ。 もうこれのりも必宗教的な都合っていうのも出るのであと、やっぱり言い過ぎたほんま殺されんちゃうかとかもあるそれはもう、だってでも自分たちだって全部そうだろ、だってこんだけ影響力をもう持ってる人間なんだから、たった一言の発言でもな、世間をげ合わせるようになるんだから、まあまあそうですね、そこに対しては責任だろ、一緒ってことだけどほら、粗品とかはさ、もう全部自己責任の中でさ、な 言い切ってくれるわけだろはい。そうです。今、そうやって言い切ってくれるやつとかって世の中にいないだろいないだろって。いや、でも最近俺、横沢夏子さんと現場一緒やってんけど、ほんま、めちゃくちゃ泣きそうな顔で、そちらにもうやめてって言って、あの子殺されちゃうめっちゃ心配してたで、お前。言うときます、って。こいつ、こいつ殺されるんですよ、誰かにこのまま言ったら。やめろ、お前。殺される。関さんのお前、これでお前、またやったーとか思うなよ、お前。やった違う。評価されたー違う。 それはもうみんな評価してるよ。そうそうそう。二人のバランスもそうだしな。うわ、まあ、関さん、やっぱ、でもめちゃくちゃ喋りがラジオに向いてるというか、うん、本当に早口のこのな、リズムで。めっちゃうまい。いや,やっぱ普通の話初めて聞きました、この <laughs>。めっちゃ受けたよっしゃ <laughs> めっちゃ受けたぜ。<laughs> 関さん、このテンポで普通の喋りめちゃくちゃ。 入ってきますね、やっぱ、うん、俺だって、お前、褒められたの15年ぶりぐらいだぞ <laughs> そんなことなオードリーさんみたいな笑い方した<笑><笑>本当だよね。いやだけど、本当にね、やりすぎってさっきも言ったけどさ、はいまあ、マイクロチップもそうだけどね、5年早い情報を言ってるわけ、うんで、5年早い情報の中でね、近年、やりすぎが何を伝えてるかっていうと、うん、あのー、 地球外生命体のことを言ってるわけ。うわぁ、あ<ー>めっちゃ聞きたい。聞きたい。だけど今はね、はい、その、もちろんもうほら、もうテレビ以外の選択肢、いろんなメディアの選択もあるわけでしょはい。はい、そしたらまあ、その TVer もあったりね、うん、UNEXT とかに、今年まあやりすぎやってたのもまだ見れるから、それは絶対目にしといた方がいいよ。あ、見ます、えー、だから ちょっっっとと遅れててて、うん、その当たってくるってことですよねそうそうだからちょうど今が24年でしょ、はい、ってことはじゃあ5年後なっつったら、はい、いやこの聞いてる方々約束してもいいよ。29年ぐらいになったら、はい、もう地球外生命体の存在当たり前になってくる。うわー <laughs> おもろ近いっすよ、5年っていや、俺ね、今回の、はい、今回は2024年は、まあ、この先もまだあるんだけど、はいはい、夏過ぎとかね、年末とかに多分やりすぎあると思うけど、今回、1月と3月にやった、はい、メキシコとペルーに行ったの、うわ、すげえ、自分の足で,、はいはい、で、地球外生命体っていう言葉をまだ言えないわけ、はあ、それは本当に宗教的な都合なんだ 日本ってやおろずの崇拝だからねいろんな宗教も受け入れれるけどよそはまだそういう段階じゃないのあそうですかだからカトリックの弾圧に合うわけキリスト教のそうだからそのペルーはなおさら地球外生命体のことを公には言えないわけだけどペルーで出てきた地球外生命体のミイラをメキシコに持ってかれちゃうわけ そしてメキシコで国際的に発表されるわけ。えぇー本当に DNA の調査とかの結果、はいはい、人類以外なのは間違いないわけ。それがそれはもう分かってるんですか分かってる。そんで、俺今回、そんで、4月のやりすぎの時にペルーに行った時に、はいはい、なぜペルー政府がそれをまた否定するわけよ。はい、そのミイラは偽物でしたっていうを言,、はい、言わざるを得ない状況なのよ。 取られるからら取れるし政府としてその後研究を進めたいわけそれを政府以外の人が持ってっちゃうわけじゃで海外に流れていくわけでこの海外で流れる背景にいよいよアメリカに渡っちゃったのはいおおアメリカに行ったんですねアメリカに渡ったから今後この地球外生命体の DNA とかがクローン化して皆さんの目の前に出てくるよってえと さんやりすぎの前にこんな言っていただいていいですかそんなのやりすぎも好きだけどお前らのほうがもっと好きだいやいやいややりすぎ都市伝説のおさんええ麒麟さんの方がもっと好きうしいマジですかいやちょってロケ V さっき言ってるじゃあ嬉しい嬉しいってさ下辺さん二人して言ってくれるけどその俺のところにもすんごいメール届いてんだから あそう。だから、その霜降り二人のファンの方々が、あ、言うてましたよ、みたいな。俺のところにも、すんごいね、今日のラジオ楽しみにしてますと。楽しみです。はいはいはい。で、まあ、正直ね、あなたのこと知りませんでしたかみたいな、そんなお便にもあったよ。失礼やな。失礼な。いや、だけど、全然霜降りとって、でもやっぱりこの、いや、俺としても、こんな吉本さんのほんの後輩となんか久しぶりだし。いやいやいや。 いや、全然。<ー>で、都市伝説も好きだって言ってくれるのは、それは聖夜が作ってくれたファンだ、からさ、はい、ありがとうございます。まあ、よかった。それゃありがたいよ、はい。いや、僕もほんまディスっていうところによって、関さんがもうおもろすぎて。何が

告知 X でしていただいてたじゃないですか、<X> 18になるみたいな。それは、そのラジオの周波数ってあるでしょはい。で、ラジオの周波数って全部数字のアナグラムになってるわけ。ほほほで、数字のアナグラムで、それはその AM のここだけじゃなくてね、日本放送以外も全部、その数字を全部足すと、18になるわけ。えぇ、ー、<laughs> だけど、この18っていうのが <laughs>、はい、要は悪魔の数字とされる666を足した数字。<laughs> だから言ったら、テレビとかでもそうだけど、影響ね、人にこうやって影響があるものっていうのは、そういう数字がアナグラムとして隠されてるから、分かる人に向けてのメッセージって言って、今、自分たちとか、こういうのきっかけとか、やりすぎきっかけで、そういうシグナルサインに気づいてくわけじゃん。だから、世間じゃ普通に分からなかったけど、18って書かれてるものとかさ、フクロウのマークとか、あれってなるわけじゃん。 袋は意味あるんですかはイルミナティだよなイルミナティだよな<う>イルミナティってい何かカードですかそれイルミナティーカードって言って結局この今世の中で起きてる事件や事故をもともと予言してるカードがあるとはいはいはいただ全部世界的に起こる事件や事故っていうのはもうしっかりとシナリオがあった上で起きてるわけ、はい、嘘やろ それが嘘だと思ってたことがどんどん,どん,んあまんざらじゃないですよねから、はい、ネットがで出てきた今の時代になったら、うん、もう確証的にですよねなのよ。なそよ。だからそこに向かっていってるから頭がいい人たちとか考が鋭い人たちはもう読み取れてるけど、うん、でもこれからこういうラジオをきっかけにまた一般の人たち<ー>自分たちの世代からってもう一度。 ちゃんと真実を見れるるようになってくわけだから今まで悪だと思ってたことが実はすり込まされてて実は悪じゃなかったんじゃないんですかっていうのも見れるわけシナリオそうこれどこまでの規模なんですかうたけしさんの「フライデー襲撃」とかは別にシナリオとかじゃないですよね多分いやあそこはもうリアルだねそのシナリオっていうよりかリアルドキュメンタリーのたけしさんの世界はもうそれは僕らがもう触れる世界じゃないですもっとでかい出来まもっとでかいね 宇宙規模銀河規模銀河規模フライデー襲撃はもう銀河規模じゃないですかたけしさんのね話になりますけどえだから何やろな火山噴火とか火山噴火とかも結局はミサイルを中に入れてるわけだよえ分かるだろ分からないです分かるだろそうだろいやだけどそのも自分たちも都市伝説多少好きならな火山の中にミサイル打ち込んでるそうとかハープって呼ばれるもんだよな その天候兵器とされてな地震人工地震を起こせる兵器があるわけだなそれを開発したのがニコラ・テスラっていうエジソンの陰に隠れた天才科学者やったそれセルビアの人なんだけどねすげえだけどエジソンそれがフリーエネルギーっていうのを考案してるんだけど、えー、エジソンはビジネスマンなんだよ、えー、エジソンっていうのはビジネスマンなんだそ、えー、うなんですかそんで要は銅を売りたくて電線を使う、うん、そんでそっちを売りに出したかった、えー はんはんエジソンは営業前だうまいすかえそうだよ、それで今、1>, 1日3食って当たり前だけど、この3食文化作ったのがエジソンなんだよ、なん,だよなんかそれ聞いたことあります、トースターを売るため、うわで、トースターって、普通の電気、ね、普通の家電より電気食らうは空気、でもそれを一般家庭に普及させる。 そうすると電気代が上がってくるわけさ。ああ。売り上げ減らなる。そうそう。それがもう文化として世界に1日3食になってるけど、<laughs> そうな。そう、バランスよくね、人間は1日何食食べてもいいけど、バランスよくだよ。基本はでも人間は1日1食だったんだ、はい、はエジソンが、えー 無理やり三食食文化を作ってからじゃあ三食食べるっていうのは基本的に間違ってるんですかっていうふうに捉える栄養学の人もいるよただ結局はバランスよくだからただ三食はちゃんと朝昼晩じゃなくてもいいんですよとだから二食でもいいし一食でもいいんですよって必要なカロリーをちゃんと摂取できていればね何でもしないほんまに息吐くようにすごいっすね引き出しえぐいっすね引き出しえぐいっすね だったら、お前、もっと違う、なんかこう、民法行動みたいにねえところでな。いや、<laughs> めっちゃ気になるわ、いや、正直いっす、えぐいすごい、いやでもすごい。でもね、はい、その実際、どこまでのラインで、実際あれかもしれないけどさ、はい、俺がね、はい、テレビとかラジオとかでもそうだけど、はい、呼ばれなくなる理由って、だんだん分かってくるえ呼ばれないんですか そそううだから結局みんなこの後と聞きたいっつってスタッフも込みでみんなそれは来るわなはいはい関さん関さんそれで俺のところでじゃあさっつってバって喋ったらみんな仕事変えざるをえなくなってくる嘘だろお終わったお前終わった仕事変えなくなったらやっぱね必要以上聞かない方がいいラインってすごいあると思う はあ、いや、そんな,いな言われたらな,たらなだけど、まあまあ、でもね、現実的な世界って人はさ、はい、ラジオの方だってさ、昔に比べればさ、放送のね、キャパだって超えてきてると思うよ、うね、表現のキャパだって。そうやってどんどん対応してるわけじゃん。うん、えめっちゃそもそもいいですか。うん、関さんはなんでこの都市伝説 うはまり出したというか,確かにきっかけあるんですかかきっかけはその都市伝説って今ではそういうカテゴリーで言われてるけどもともとは,い、はその自分自身都市伝説だと思って喋ってないわけ、うん、だ幼少の頃からいろんな人たちとこう喋ってきて、うんはい、記憶力がいいんだ めちゃくちゃすごいもんなさっきから、うん、名前とかセルビアとか、うん、マジですごいで記憶力が良くて住、はい、んでいろんな人たちからこう育てられるでしょ、はい、でまた実家がさすし屋だった はい、でうちの父親がなんかこう、まあ、銀座でねちゃんと名のある人で、はい、すごいそれですそのいいお客さんをまあ抱えた状態で独立したのよだから来るお客さんたちがみんなさ大学の教授だったり<ー>芸能関係の人だったりとかさ<ー>政治関係の人たちが来てたゃ俺がカウンターで大人に可愛がられたいからさ、はい、わざとカウンターで勉強する そうすると酔った勢いでおじさんたちが「お前こうやって教科書には書いてるけどこれ本当は違うんだぞ」っていうのとか「坂本龍馬とかなこうやって死んだって言われてるからこれ死んでないんだぞ」とかそういう話を聞くわけ子供の時にそしたら業界に入っていったらだんだん「あれあのおじさんたち言ったこと嘘じゃねえんだ」ってなってくるへえそんで俺がいろんなところで「徳川埋蔵金の話知ってますか?」とかでもいろんなことをこう喋ってるでそれを ずっと、ルミネで、楽屋でね、ジュニアさんに喋ってたの。はいジュニアさんと出番が一緒になるたんびに、ジュニアさんちょっと聞いてくださいよって、こんな話知ってますって話をずっとしてたら、ジュニアさんが、お前おもろい話すんなって言って、それを。 やりすぎ都市伝説に当時ね「やりすぎ工事」っていう番組で都市伝説の企画として作ってくれて出させてもらったそれがもう大ブレイクというかえぐいっすねだからいまだに俺は自分で都市伝説だと思っては喋ってないからそういっそう聞いちゃったから一応教えるけど もう関さん一人が作り上げたコーナーってお前やな関さんがマジで原点だけ原点になってでそんなことあんまないもんな金成さんは当時なんて言ってました金成は当時ねそんなになったよそのそんなんですか何て言うのかな聞きたい関さんの都市伝説で今エンジンかかってきんで解散したんですかごめんなお前こっから解散しアが一番盛り上がるわけだよ

若い世代っって言いちゃダメだけどね若い子たちとうちらの時代ってちょっと違かったのよ。はい、だから銀座七丁目劇場ってあって銀座七丁目劇場がいきなりなくなってルミネって映る時に、はい、いろんな芸人さんたちが当時格闘するわけはい、はい、でもちろん僕たちが入った時にはココリコさんがいて極楽とんぼさんがいて、はい、ロンドンブーツさんがいてっていう人たちが七丁目劇場をやってたわけ。僕の 一個上が品川商事の品川さんですね。はいはいはい。がいたわけ。一期生と。そう。だけど、その当時だよ。当時、芸人を続けるか続けないかっていう、このリミットがあったわけ。劇場に。劇場に。で、芸人を辞めるなら、20代のうちに辞めとかなきゃダメだぞと。 なるほど、その先困るぞと。ほんで、いろんなさ、こういるとさ、昔、加藤さんがこう言ってたとか、そういうのもあるわけじゃん、はははいいい楽屋の中には。26までにテレビに出れなかったら、もうやめとけ、潮時だとかさ、はははいいいそしたら、そういう、実際、それを加藤さんが言ったかどうか、それこそ誠しやかなものだよ、言ったかどうかわからないけど、一応、身近な先輩がそうやって伝えてくるわけじゃん。はいそしたら、26までにかろうじてテレビに出れたなってなるけど、でも芸人を続けるのなら、ん。え、 もしあの芸人のね、30代っていうところで一回節目がくるって,ってなるほど30<代>そうで、うちはそれでいうのを聞いてただったから、はい、もう28ぐらいになった時に、はい、多分その相方もそうだったと思うよ、はい、で特にちょっとこれ、真面目な話すると、お笑いで成立してたら、ね、お笑いってお笑いでね、ご飯食べるんだから、はいはい、笑いで成立してたら、はい、あのやめてないんだ。 ああ、なるほど。あるその時に。そう。だから、俺、関が、関はね、ボケだから。ね関が、ちゃんとビジネスとして成立する社会に笑いを提供してたら、やめてなかった。だけど、俺が無理だった、もう。はあ、そうですか。もし、やっぱり思うけど、演技力があったら、続いてたかもしれない。わあ、なるほど。分け、分けれたというかね。金なりは、演技力もあって、ボキャブラリーも、あの人は面白がるよ。 本当に面白いでしょ。だから今、新喜劇で。ってますね。そう。いや、本当に立派立派で、良かった良かったっていうか。そんな感じなんや。素敵な関係。すげこれは、あれだよ。今、あの、彼らもすごい頑張ってるから、あれだけど、本人は言われたくないかもしんないけど、あいつの実力はもっとあるぞ。うわめっちゃ熱い。関さん、熱いや、本当なんだめちゃくちゃいいやん。だから、あの子の才能を止めてたのは俺であるのは間違いないの。 そのコンビで素直に金なりをボケにさせてればお互いご飯食べるた。で、吉本さんにも迷惑かけることはなかったんだと思う。ただ俺がやっぱりその知識も才能もところにおいてね、はい、あやっぱりこう周りよりやっぱ出るものがなかったんだな。だから演技力だ。 演技力があったらいろんなコントの表現もできたし、多様性だよな、他の中川家さんたちとも仲良くももっと慣れただろうし、自家長さんたちともって、だから吉本の芸人でさ、もちろんダウンタウンさんいらっしゃるけどね、ひな壇とされるところにいる人たちもたくさんいるけど、全員、演技力がうまいんで、だからそれがミニコントで育てられてる。 なるほど。<ー>関さんはそこは乗り切れなかったという、まあ、やっぱりね、演技力、演技に対して学ぶ努力を怠っちゃったんだろうな。まあ、よくも悪くも、もう自分むき出しというか。そう、自分しかできないから、自分のことしかできなかったから、<ー>それが結果、今、都市伝説の世界ではいいけど。なるほど、<も>なるほど。でもでもね、こう、自分あるじゃん、20、それが28ぐらいで、で、うん、向こうは、あ相方はね、その金なりは、 えー、ロンドンブーズさんのね、アさんたちと仲良くて、はいはい、で、いろんなビジュアル系のバンドとかもや,やりながら、はい、また自分を見つけてって感じゃないのかな。<ー>だから、逆に言うと、俺も何かしら自分で自分の名を売るものをしないと、二人がこう、足されないと、世間はもう見てくれないから。うん、熱いなだから、その30手前の段階でうん、うん、はい こうこっちも仕掛けなきゃっていうのでやったのがミスター都市伝説っていう名前も当時なかったけど関屋雄のオカルトトークライブっていうのをやったけ。はあ。でこ自分が本当に好きなことだけやろうと思って。そうなんそう。でそれがそのね公園で地元でね。はい地元の本当にキャパ百もないところで。生産すいません。うん。C M。そろそろ行かない。じゃあそういうところだよじゃ結構スタッフが。わあ、でない。持久。や我慢しないでよ。いやなんか俺。 ん運転中や大切な会議中に強い眠気と戦った経験はありませんか日本人の30代から60代のおよそ7人に1人が睡眠時無呼吸症候群であるとも言われています無呼吸なおそう .com で検索を低人ファーマ ももし,もしアラメさんいらっしゃいますか昆昆布目昆布目のアラメですかはい弊社にはアラメが大量に売りまして大量カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します100年を作る会社カジマイジ教えてチョコ先生いつ食べても美味しいチョコレート効果ですが意外なタイミングに食べるのもおすすめなんですそれはいつかってうん。 食事の前ですよ前、食前食物繊維たっぷり健康を考えるチョコ明治「チョコレート効果」参加資格25歳以下若き才能に注目したお笑い賞レースアンダー− 2 5お笑いチャンピオンシップ現在エントリー受付中優勝賞金25万円優勝得点として オールナイト日本ゼロ特番パーソナリティー券日本放送・ポッドキャスト冠レギュラー番組地上波番組ゲスト出演券を贈呈求む若きお笑いスターアン U−25 お笑いチャンピオンシップエントリーは6月30日まで詳しくは大会公式ホームページをチェックオールナイトに「オールナイトに」トに「クタクモ振り目」「クモ振り目」 霜降り明星の「オールナイトニップかかとのかさかさ爪めぎわの痒みそんな水虫かもしれない症状にも早めの「ブテナロック v ァクリーム」私の優れた殺菌力で水虫早めに治しましょうこの医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上使用上の注意をよく読んでお使いください私ブテナロック足洗いソープです ブテナロックシリーズには足を洗うソープもあるんです有効成分の殺菌力で蒸れた足の雑菌きれいさっぱり「ブテナロック足洗いソープ」でした出荷本数100万本突破売れてます今お乗りのあなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店分かりますか知りたいけどすぐには分からないでしょとお思いの方実は簡単に分かる方法があるんですそれが 車高し車高しは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイトたった1分あなたの車の情報を入力すれば大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです車を高く売りたいなら車高しで検索日本放送からのお知らせです 6月17日月曜日の午前2時から5時まで番組のメールサーバーのメンテナンスを行います。お送りいただいてもメールが届かないことがございますので番組へのメール送信はお控えください。ご協力よろしくお願いいたします。10月26日土曜日に横浜アリーナでナインティナインのオールネット日本歌謡祭を開催します。第1弾ゲストはダパンプ m p 秋山隆二、 ネクライトーキーそして鈴木雅之ただいまチケットの最速先行受付中詳しくはイベント公式サイトまで光の速さで申し込め日本放送キーステーション全国36局ネットで放送中下降り明星のオールナイトニッポン ジのでですす引き続きミスター年で説関昭夫さんをお迎えしておりますもう信じるか信じないかはあらとしまあありがとうございますいやいやもう CM 中ももうすごいわ話ずょっとマシンガントークであれと言われすいわ喋り方本で記憶力がすごいな単語の節々に感じられますさあちょっとリスナーの質問とかメールも来てますんで大阪府ノーマルノ‐‐ 僕の住む大阪ではこの番組はラジオ大阪で流れているのですがラジオ大阪の AM の周波数は 1314131413+1+4=18 おいおいこっちとら軽い気持ちでラジオ聞いてんだよおお当たっちゃってるですいいですねいいですねそういうことですその周波数になるってことですそう真実の目を開きなさいって言ってねなるほどんかでもそのうん <laughs> 13、ちょっとずるくないですか、うん、なんか一三1、1> 1そうでう、ね、でもこれが数字のアナグラム。で、だから、数記述っていうのがあるわけだな、もともと占いとかでもそうだけど、カバラとかでもそう。カバナじゃなくて <laughs> バカラはそれはそれはまあギャンブルだよまあそうですかカバラそうカバラってそういう技術がはいだからそういうところでだから結局ほら競馬新聞もなお前ほんとギャンブル好きだなお前はい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 で、いは競馬いは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 いないは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 いけどね。はい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 いい 競馬にもある時ある有馬記念は特に世相が出るからうわそれやっぱそうなんすねそうそうだから2001年の有馬記念はな9.11がそのまま出たわけだアメリカンボスっていうのが優勝していったさ。はい。で万馬券だけどいまだに世相が出るじゃねえかってみんなはるけどでもやっぱりでもねこれちょっと話脱線するけどあのね競馬はね馬主さんのレースですから

いいいんじゃないの何それ、ね、そう,かそうだから馬主さんが可愛がっているこの馬の引退 J とかあるわけじゃんそしたら「車大ファームだなんだ」って並んでるけど、はい、枠をちゃんと見てみましょうっていう見方があるわけそしたら「あれこれちょっと待ってくださいよ」と、はい、これ。 これ、そんなことは絶対的にないよ。これ、オカルトがはいはいはい。オカルト予想としてオカルト予想としたら、これ全部内枠、社内で入ってるぞとか。ややなんで、外枠、関西場で入ってるぞと,<ー>といってことは、これ、内枠からこの社内の道開くぞって。開けたところ、外から入ってくるぞ<ー> お見事関さんの競馬の買い方仕上がりまくってるおもろだけどすごいよやっぱり競馬歴もう本当にさ60年とかの人たちとかが高円寺っていっぱいいるわけ高円寺そうでおもしれえおじさんとかいて鼻からから馬は好きだけどレースは信じてねえからっていう一筋60年の人がいてで関君ここのこれだけは買っとけっていうのが教えてくれるんです そのおじ石<う>さんに教えるおじさん当たるんですか実際やっぱ当たるだからその人が結局言う糸を紐付けして、うん、じゃ三着だけでも買っとけよかったのにってことになる、はい、確かに。<ー> 競馬もいける。いやいや、だって、オカルト、だって、信じるか信じないか、た次第の世界だからね。言ってもねこれ、大悟さんとかに言ってほしいな。あの、競馬の番組で。ウィッシュの、ウィッシュの大悟さんに。ウィッシュの大悟さんに。馬主を見るんですよ。道開きがみたいな。お前が言じゃん俺がすかお前が言う。おせえやが。おれ。おれ。お前が言う。お前が言う。チャンネルで。やります。オカルト競馬やります。俺。でも、オカルト競馬予想、ちょっとやってみ、見ても面白い。 やかりますよし、関さんとやろう、俺。いいっすよ、それ。な、ズームでな。ズームでこう、二人で。急にいじられた。関さん。俺のいじり方荒いっすよ。荒なんすよ。すか、ズームでな、って。教科書通り。あれもアナグラムですからね、あれ。何がアナグラムや道開きがあったから。あれやね道開き東京都足立区ラジオネームアンダーライス。関さんに質問です。目の前にいる粗品さんは、飽きた。 SNS 上では、うん、爬虫類型の異星人のレプではないかと噂されています関さんはレプだと思いますか僕はそう思って接してましたよ, <laughs> <laughs> だ,よだからお前<然>逆に違うのお前レプでハマっってたよやよやってた <laughs> そう思すぎる <laughs>

までいる時代ですおらんねん。宇宙に行っちゃうね俺。素晴らしい。この人嘘ついてます、皆でも、粗品は隠しますもんね。何がレレプヤとしたら。うんまあ本人はまだね。だから、2029年までは言えないから。 5年後5年後彼はもう皮膚の色も変わってるからマジっすか緑色になってるん早めに言ってなその漫才の中でパカンみたいな体開くとかやるんやならんよネタ飛ぶから俺レプちゃうよ最高じゃないっすかはあこいつレプなんや違うわすごい東京都ナノー関さんは今まで色々な都市伝説を唱えてきましたが関さん自身一番好きな都市伝説はあります聞きたいですそれ 一番好きな都市伝説はさ皆さんの期待に応えれるかどうか分かんないけどでもやっぱり秘密結社が実在したかしないかだよねよう言うてるフリーメイソンだから2009年からやりすぎは海外ロケに俺が行くのケネディ暗殺から宇宙人の情報をこうやってやりながらも秘密結社とはっってやるんだけど2012年の時に秘密結社の扉が開くんだ。 メキシコでバーンメキシコが受け入れてくれたのえー、ほんでもう情報っていうのがねもう隠せる時代じゃなくなるからはい、はい、で2020年で2013年から新時代が来るよって言ってたのはい、はい、そしたらその通りで12年の末にボーンと開けてくれたええ、はい、ほんで世の中だからテレビお茶の間見ていまだにね都市伝説好きな人たちは秘密結社を追ってきてくれた人たちだね ああ<ー>、あそれで知りましたもん、う<ー>全員そそう、ね。そうやな。だって、あれだってさ、うん、もう明日もな、はい、きみのさ、まあ。はい 排水の陣の芸人がだよ体を張っていくしかないんだよなるほどねだどうなるか分からない、ね、そうだからある種その台本っていうのがないのにもうとりあえず行ったらなんとかなりますからって行く、えー、オールドスタイルのねロケそうロケだから電波少年とかも昔あるじゃんはいはいはいもうああいうオールドスクールのよしもう行ってから 行ってどうにかなるからって、だって最後は、行って何にもねえじゃねえかってなったら、もうこっち芸人だから、もう最後は裸踊りするしかないわけですよ。いや <laughs>、もう最後もいいですよ、全裸でもうオールぼかしでどうぞ使ってくださいって、こうやりましたで、その場をちゃんちゃんってすれば、スタジオに持ってったときに、今田さんとか東野さんにジュニアさんが、何しとんねんって言える、だけど何が起きるか分かんないけど、とりあえず突っ込んで行っていきますって言って、特に最初はそれだったね。 すげえ。じゃあもう何やったら命の覚悟ぐらいの。だって本当に、だってこれだって自分たちだってそうだけどさ、売れるためには世の中に出るためにはって言ったら普通の精神状態じゃそれは無理だよ。まあそうですね。必死だよ。一生懸命ってそういうことで。命かけて。結局そのフリーメイソンってのは僕あんまりあれなんですけど、もう実在するでいいんですか実在する。だけど秘密結社だから。秘密結社。 だから今インターネットでいろんな情報がいろ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 外にももちろん出るけど、はい、本当に秘密結社だから,だからみんなそこをね、はい、なんかもう忘れてるけど、はい、秘密なんだよ、はい、あ言っちゃダメ言っちゃダメじゃなくて本当のことは表に出てないはあなるほど本当の確信のところはそれは秘密結社なんだよそうか

来たいいいじゃなってすげえなやっぱこの人そりゃライブとか大盛況やろなすごいねライブが一番ね多分お客さんも自由にそうだねおかげさまでねそのライブ今やらせてもらえる環境にまたなってきてでもちろんねそのテレビ東京がすごいね全面的にも協力もしてくれるしねでまた個人的にライブやる時でもね やっ,ぱこうやっぱファンの方々ですよあ、うん、すごいでもファンの方々がねやっぱりこうね未知なる世界連れてってくれるしねわあいい言葉いやでもやっぱ愛しかないですねそこはね、はい、ほんま第一人者やからや関さんが切り開いた分野やから一人目ですよ 二人目が多分やっても関さんの真似してるってなるんでそうだね<ー>でもやっぱ新しいね,っっねその文化を築くっていうものだけどね、はいうん、だけどやっぱり背水の陣だよでもやっぱこういうのってやっぱ芸人だからね、うん、それができてるわけでバカを覚悟でいくって,いううってそうだって普通の理性じゃいけないよ確かに、うん だって、ねはあ、自分たちだって、それを、はあ、なあ、突破して突破してっていうのを、これをま前1年間に自分たちはさ、うん、自分の限界突破をさ、年間3回以上やってんだろ。うん、まあ、芸人は確かにちょっと行かれてる部分あんのかな,な、うん。だけど、その限界突破してきた時に、もう自分たちで文化を築き上げたんだろうーん。あ、うん、してお前このオールナイトニッっていうのをお前さ、うん、ここを背負ってやってんだから、はい、これは社会の人がみんなできることじゃないことをやってる。だし。うれ、ん、しい、熱いな。な

UFO って、突き詰めれば、いや、動いてるってこなるじゃん。仕留める一こ目めおもろすぎる。な動いてるって、じゃ上空見て UFO がなこう、ばっピピピピって戦場に動いたとかイメージあります。なトルルルルルルそう、ジェットっていう字を書くような感じで、ピピピピって動いたとかあるじゃん。はいはいないや、全然動いてるのはこっち側なんだよ。どういうことっすか おもろすぎるけど光ってる定点があったとしたらこの光ってる定点がこうやって動いてんじゃなくて自分たちが動いてんあだから地球が自転してるからってことですかいやいやいやその瞬間 UFO を全員が同じ物体を全員が捉えてるわけじゃないのそこに周波数とされる音差があるわけ <ー>共感できる、その周波数をプーって出す。ではいはい、今日で言ったら、うちらから出してる周波数を自分たちはキャッチしてるから、この声を聞けてるわけではいはいはい。はいはいはい、そうだろはい。で、それと同様に、今でも夜空にある周波数を出してる飛行船があるんだはいはいそことうちらが重なった瞬間、俺たちは別次元にも行ってるわけ。ええー、もう行ってんや。そう。えぇ、ー、別次元に行ってるから止まってるんだよ。 でうちらは UFO 捉えてて UFO 動いてると思うけど、はい、違う次元上に行ってるからは<ー>うちらがわーっつって 3D みたいな感じでこうやって見られてるわけなるほど<ー>その4次元の4次元とかすの先の次元,次元のところでこれだって俺だって普通に考えてたらはい 全然そこに到達しないよでもいろんな人と会うと本当に今この世界とされるこの今うちらが共有しているこの次元はシミュレーションとして作られた中に我々自体がそもそもいるそれが実証できるでもえ実証できるそうだから今後人間は自分で同じ次元を作り出すのええー、だから,だから、うん、いろんなある次元の中の一個で我々生きてるってことですか今はな 今はその1個でここにこうであるべきだて固めたところに自分がいるだけだろはいはいはい、はい、だけど今必要とされてる情報は今粗品だったら今見てるここのな席、うん、目の前にいる席のここだけの情報でいいんだろはい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 ここだけの情報なんて今 AI でいくらでも瞬時に作れるだろそうですねそうかもしれないそうそうです、ね、そう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 そこのうそこのうそ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 う わかる僕らシミュレーションゲームみたいなとこで生きてる可能性があるってことそうそう。いわば、そっちの可能性の方が、もはや、高いってこと高い。ええそうなんや。聞きたいこと聞け。聞きたいこと聞け。俺、UFO。ほから。ほんまやなぁ。めっちゃ聞いといた方がいいぞ、これ。それが、うちらが言ってたのが2018年だろ年早いなぁ。18年、19年だろえ、関さん、あの UFO、 とかか未来人ののの可能性ああるるみたいいなもあるじゃないですかそ UFO って一人にねその UFO とかまあ地球外生命体っていうのはもともとこの地球上に先に進化したグループの可能性もあるわけ、はい、で未来からっていうのも未来から通り越えるっていうのは、はい、要は映像として中に入ってくる人はいる可能性はあるよ、はい、だから今でも星を見てるとしても1億年前の星を見てるわけだ遠いところの反射光のだけどその光の中に情報が入ってるわけだろ そしたらじゃあその光の情報をちゃんと見れることによったらって言われたらそしたら過去が覗けるわけじゃだからわれわれも地球を光のスピードでボーンと超えたところから地球から発するな地球から発する光っていうものをちゃんと捉えて中を見るようになればそしたら1860年代の坂本龍馬とかも見ることが可能になってくるおもろそうか光が情報になってるへえそうかテレビとってもらか 自分たちがメディア洗脳とかでもいっぱいあるけど一つのことを今ある価値観ねみんな二人ともそうだけど今ある価値観っていうのは幼少の頃からの洗脳によってできてるんだ子供の時からの洗脳だけど新しい啓蒙をしなきゃいけない新しい啓蒙を切り開く時には素直に情報を受け入れなければて開かない固執したまま洗脳が解かれない。 なら、ここでよく考えるよ。もうみんなそこまでの大人だからータわかるけどな。今、我々は、な、単細胞がブリンって言って、細胞分裂をしたわけだろ。はい。な、細胞分裂を人間がブリンってして時点で、ゆっくり水の中かでわかるはい。水の中で、こう分裂分裂を。これはクリだたそんで、陸上にこうやって上がってきたわけだろ。はい。はい。な、だけど、うちらより先に、 もっと早く分裂した生物たちがいたっておかしくないわけだろおかしくないですねそうだろはいでそれが陸上に上がっていくわけだろはい、はい、そんでそこが上がって人時代を作ったあとうちらがブリーンって細胞分裂した世代で人間とされながらも進化としてこうやって上がってっただからもともとこの地球上には先人の人たちが作り上げたものがあってもいいわけじゃん、うん でもそれが、今我々が使ってる、こういうね、あの、ま、物質の使い方をしてないね、使い方で陸上を制してた人たちもいた可能性もあるわけ。それを人間の形じゃなくても。るだから人間だって同時期に全員がこれ綺麗にブリンってしてるかってしてないぞ。一つのブリンが今いる。ブリンでバンバンボンとか、ブリンバンボンとかとか。なんだこれ、これが彼の才能なんだよ。 止めるなこれ才能っすかっ俺はレプだえぇお前レプヤン才能 <laughs> すごいよいやいやチャチャ入れですよこれただのチャチャじゃねチャチャ違う正論だよ正論 <laughs> 正論。<laughs> 正論ちゃうでしょ正論ではない正論ちゃうやろ 関さん俺もでもエビかと思ったとか言ってましたよブリンでそれをチャチャだよお前その時はなんだよ瞬発力エグいなんでそのブリンがんの瞬発力エグいチャチャだよそれチャチャですよねまびっくりだよお前すごいな何でも返してくれるな芸人としての関さんもおるしおるなバランスが完璧だなだけどでも本当に細胞分裂とかでもそうだけどこれからねもっと人間はナノの世界に入っていくわけだかナノ顕微鏡がどんどん出 電子顕微鏡とかかも進化していくから、はい。今まで見えなかったものを肉眼で捉えられるようになる、うん、でそれと同じように並行して今まで見えなかった宇宙も見えるようになってくるからだからいろいろなところで量子力学的な見解とかな、うん、今まで世間が、ねあのー、理解できなかったことはやっと理解いたかはい,はい,はい,、はい。 もっと自分を信じてくださいっていうのは絶対できななるほど熱い話もう何がほんマか分からんっていうあ熱いなすごいないやすごいよなるほどちょっと僕もどうしてもいつも聞いとけいいですかいいよあの大阪ってあるじゃないですかのえグランドヶ月 NGK でよくやってる吉本新喜劇うん でなんで金成さんは標準語が受け入れられてる。じ <laughs> お前好きやな金成さん。<laughs> <前>あれ関西弁強制させられるし。<laughs> いやいやいや。うん、吉本死、うんで。<laughs> 金成さんだけ標準語で突っ込めてるってのはん。金成での弾けるやん。だからもう。<laughs> みんなあいつの才能に気づき始めてるってことだろあいやいや熱いな都市伝説よりこっち泣きそうなんでちょっとあいつの才能は熱いあいつの才能は止まらないから連絡とかか取ってあるんです連絡は取ってないけどでもやっぱ向こうもそうだと思うけどね連絡コース取ってないけどだから自分でほら YouTube とかでもさ自分たちが出てるものをやっぱ検索したりするじゃんほ他の人はこれも一緒に検索してますみたいな時に さあやっぱり相方のね、金成のがなんか動画ポンって出てきたりするわけよね、でもそんな中で最近で言ったらさ、はい、結婚しましたみたいな、そうですよ俺、ほらさこう、なんて言っていいか、もう向こうからしてみればう,、ね、うるせえって話かもしれないけど、金成のお母さんとかも知ってるじゃん。ああもうそうそですね その若手の時な、はい、こう舞台でまだテレビも出てないけどさはい、はい、こううちら舞台出るじゃん、はい、でさ入り待ちじゃないけどさそこにさ彼らのお母さんがいるのとか俺は見てるわけそんで「あっ」つったら「あ関君」って言って喋りかけてくるけど「いやいやいやお母さんこう来たんですか」っ言ってだけどあの。 もう君のっていうんだけどね、息子ね、はいはい、君の分には言わないでって言うんだけど、うん、ああ、分かった、はいはいっつって、だけどなんかこう、お母さんがこう来てるとか、それを見てると、えー、なんかあいつがこう、なんだろうな、まあ、どこまでの苦労か知らないけどね、はいはい、多分同世代で同じ年齢だから48ぐらいで結婚したわけじゃん、そしたら多分、お母さんが多分一番安心しただろうな、48でそう、だから本当おめでとうと思うし。<ー> <laughs> 本当でも、えー、コンビって、はい、俺、そういうもんだと思うよ、はい、その時にはライバルになるし、はいはい、でも一番俺のことを守ってくれてたのはあいつなんだもん。 ただ俺は現役で2人でこうやって一緒に重ねてたらこういう話はできないかもしれないけどね今やからわかるっていうそれだけ一生懸命だったんだよそ,うかその時,時点の現場はそうかそうだからそれをやっぱりこうなんだろうな嘘はは、ね、振り返ってもそこには嘘はつけないななるほどいやあ<ー>熱いだお互い一生懸命じゃなかったらぶつかり合ってないもん、うん お前の質問めちちゃゃく最高のパスなんかやめっちゃハローバイバイさんのこんな話なかなか聞かれへんねんでも確かにねライバルである味方ってコンビですねでも本当にこう芸人っていうのは素晴らしい商売っていうかね素晴らしいというかほんに人生を教えてくれるものだよ うんああでもそこに一緒にいて応援してくれてるファンの人たちがさ、うもうデビュー当時からのファンの人たちもたくさんいるわけだろそうですね。自分たちの中に。はい、今で、このオールナイト日本まで来てますって言ったらさ、はい、次は自分たちはじゃあ逆にだぜ。はい。何を目指すのああ、この先ですかそう。 もう24年のさ、もう下半期になってくるぞ。そうですね。この先さ、もう自分たちもテレビもさ、憧れてテレビのところにも入ってきたでしょうけど、テレビ以外のメディアも広がり、自分たちのメディアも作ることができ。YouTube とか。そしたこれを日本放送でしょこれを背負いながらもさ、オールナイト日本を持ちながらも、次に何を睨むのうわいやチャンスやぞ、せいや。チャンスや像は やっぱりお前面白いおすごいねすでにすごいと思う振りあらないっすかいやすでにチやぞ今のこの振りでだぞあのあの声のトーンとあの低さでこれ言えるかって下手んすごいよすごいっすかチャンスだぞすごいいやいやすごいげてお前いやそうっすねでも本当に何をしたいのお笑いさ言ったら自分たちは何世代って言われてんの 第7世代って、ラジオで。第7世代って関が言ってたん言ってました。はいはい。こいつが言い出しました。自分から始まったのあれあれは、いや、なんかラジオで第7世代みたいな、新しい世代言い出したら、面白いんちゃうかなみたいな。ちょっと関さんと似てるかもしれないですそう。そしたらそれが、そう、時代を切り開いたわけいや、ハマってよ。っるよ。ハマりすぎて今どうしていいか、俺も。よっしゃハマりすぎてる。ハマりすぎてるんだー。 だけど、そうやって時代を言い切って切り替えたんだもん。だから、第8世代、第9世代って来るけど、い。や、第7世代から始まってるだけで、自分たちがある種、一つな、転嫁を取ってる状況にはなってんだよ。だから。なるほど。だから、俺がさっき聞いた、この先ね。この先。自分たちは何をしたいんだって。何をしたいのちょっと、ハゲ、直したいっすね。治療して。あのじゃあね、それだって俺ね瞬時に直しに行く。う いやマジで。これマジで。これマジで。これあるんすか毛量エグいもんな、関さん。確これね、今、ほんと、エクソソームってあるんだよ、エクソソーム。知ってるな、お前、エクソソーム。いや、俺、エクソソーム。俺、関さんに職場されんのエクソソーム。エクソソーム。お前、これまだ、一般的に、知ってる人は知ってるのよ、エクソソーム。エクソソー要は、再生医療だから。なるほど。再生医療で。エクソソームそう。 肝細胞だ何だとかってね脂肪細胞でどうこうってあるけどエクソソームっていうのが子供の乳歯から出すやつ体に拒絶がなくそれしてってそういう自分たちの必要なところにもう一度再生をさせてくれるわけだから若返りが来るわけ僕はエクソソームを関さんにしていただけるもしあなたさえよければ僕何の免許も持ってませんが注射打ちますよ 怖すぎよかったんで俺関さんに注射打たれんねんよかったなお前脳天に注射ぶち込まれんの俺ただ言っときますよ免許は持ってませんよ死ぬがな本なら持ってませんよ死んでまいますってだけどねエ X そうなんではい それでも今度ねもしあれだったら一緒に行ってみるそしたらそこで一回聞いてみなんかこのラジオの企画でもいいしそれででも実際エクサスーも打ちに行くロケいやあっともうあ、何発も打つんですかそのねいや一発ずつでもいいんだけど16連射っていうのがあるのよ 高橋シメみたいに16連射、B, B ボタンでしか効いてない。<laughs> <laughs> 基本は点滴でその中血液の中に入れるんだけどそそううそう、外部から入れるっていうのもあって、必要な幹部にドッドドドもう16連射で <laughs>、あんまあ、注射連射全やろ。あんま注射って連射するもんちゃう。<laughs> はあ、<笑><笑>バババババババ。<laughs> いやいやそんな注射ってマシンガンみたいに売ってんやっちゃうやろあれ。ノ <laughs> ーケンでしょほんで。 脳電流は人によってはあれだけど、だけどまあ、再生医療も本当に進化してるからね、すごいなって全部の引き出し、すごいな、エクソソーム、いやすみません、それすごいですけど、テレビとかもっと2人で、なんか番組全局に冠とかです、ほんま、夢は、冗談で言ったんですけど、こんな、エクソソームまでいくと思ってそれがお前の、お前の一番の癒しになろうと思う やぶなわけだろエクソソーム。違う違う違う。エクソ、エクソソームは俺の夢じゃない。ソムやもんな。俺の夢の果てエクソソームじゃない。エクソソームやろ、それ。でもさ、じゃあさっきのテレビ番組でね、自分たちの看板を持ちたいっていうのって、普段から言葉にして言ってんのあ、でもあんま言ってないな。ちょっと恥ずかしいのもありますね。天下取りたいとか言うと、なんか天下逆に取られへんのちゃうかなとか。 いやいや、そんなことないでしょう。でも天下を取る時代とかではないかもしれないけどさ。自分たちを中心としてさ、仲間たちをさ、集めた方がいいわけだ。そうそう。そしたら、いろんな作家さんたちだって、このラジオ聞いてるからさ。じゃ、自分たちの看板番組を作るに。ね、あの、方向をさ、主張していこうよ。そしたら、それが何年で、その形になるのかって、面白いじゃん。確かに。そうでしょう。それは中身でどういうことやりたいの。もう、結構踏み入って。どうなの。 いや、どうなんですか本当に、じゃあゴールデンで、じゃ自分たちが島振りでってなった時もう絶対これだけやらせてくださいっていう企画はいや、でもやっぱトーク番組やりたいですね。サンマ5点みたいな。みんなうわーって各ジャンルの若い人とか、いろんな人集めてベテランから、大回しですね、トーク番組の。トーク番組の大回しをはい。それを MC で、二人でやるみたいな。どうですかそれを何時、何時 お時間も決めなかのか。えっと。あまあ、ゴールデンの。大切なことやねん。まあ、ちょっと、8時とか早いね。21時とかどうですか ?21 時ではい。ゲストはその横に置く、レギュラーのゲストはゲスト。え、そのパネラーとか。そうそう。パネラーでかまあ、横にいるさ、だいたいレギュラーの人っているじゃない何かしらね。自分たちもちろん回すけど。はい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 。誰なのそれは。ええ、いや、誰っすかね。あの、まあまあ、そうですね。その時は、 わかんないです。あの、熊本プロレスとか、うん、あの、結構、売れてから紅生姜の熊本プロレスが、うん <laughs> まあその令和ロマンとかもこれから一緒にやっていきたいみたいな感じだよね令和ロマンとかなんでその俺の名前出してくんねえのお前,でお前 <laughs> そ俺なんや俺は関さんの名前を出さなミスったいやさ嘘でもいいからさ一応ゲストで俺呼ばれてんだからさ気持ちよくさせて帰らせないとダメだろうお前すすねなあお前一番失礼だぞお前失礼だぞお前21時のトークン無理だろう無理ちゃう無理ちゃおうお <laughs> <laughs> 無理ちゃう楽屋レポートだけやらして楽屋ポートぜひやってくださいいやちょっと今日のあの特別コーナーやらしてもらっていいですか関さんはい、これこれ特別コーナーいいですかそうなんですいや僕も楽しみにしてましたわあ。じゃあせいやさんタイトルお願いします霜降り関明スペシよっよろしくお願いします さあ、えー、想像上の芸能人有名人の言動せいやさんがモノマネを交えて紹介するレギュラーコーナーの特別編でございましてそ,そうなんですよ関さんにネタ読みをお願いします、はい、いつもやらせていただいております、はいね、はいはいでこれを毎回ねこの何ヶ月前からずっとやってるわけでしょそうなんですよせいやがリスナー、はい、勝手にであの勝手に<の>リスナーが 関さんをいじってますから。な、リスナー。ただいま、ジお前最低だな。あんだけファンを大事にしろ。リスナーすまんな。俺は身の欲しいしか考えてないんだ魂簡単に売るな。魂簡単に売る。俺は魂売りです。お前もう松竹に行こうとしてるだろ、お前。めちゃくちゃ魂売りますやん、俺。ライバルが社いや、だけどこれさ、その、いつもな、聖夜が俺のモノマネをするしてます。はい、そうです。そうしたらじゃあ逆に一発目、聖夜の口から聞かしてよ。 ああ<ー>、いいですか。あな,なるほど。なるほど。どっちが関秋代に近づけてるかでしょああ、なるほどね。そうじゃあ、と<は>行きましょう。せ、はいやからいつもどんな感じでやってんのはい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 。ええー、じゃあ行きますね。はい、ええー、目黒区ラジオネーム富士デビン。6月14日、文化祭の出し物を決める際、クラスの生徒に問いかける担任の関秋代さん。じゃあ、実行委員としてクラスを裏で牛耳ってくれる人を、 I'm <laughs> sorry. <laughs> だよお前さお前さゲストの前で滑んなよお前これを理由に呼んだのにさお前さ送ってくれたこのリスナーリスナーにも失礼だけどさ俺のマネーが入ってたの今入ってたの入ってねえだろ今いやいいちょっと緊張してるじゃあちょっともう一個違うのもう一個みん呼んでんな俺が呼んでんな関がいないよもっとお前徒長してやれよ関さんがやよ あるスペシャル関いさんやるもんあお願いしますじゃあ整体も強めでいくわちょっと本当にもうすみませんフジデミごめんなんか滑ってたみたいおとりもんよ滑ってないと思うねんけど愛知県ラジオの金メロ6月14日デートの待ち合わせ場所に彼女がやってきた関明雄さんもう気づいちゃったんだよね昨日より前髪3ミリ切ッ てんだよね。いいやん。いいじゃない。あれだ。出てきた出てきた出てきた。赤い節が。赤いが。お俺そんな滑舌悪い。出てきた出てきた赤い節が。え、あいい。似てる。こんなか。もモノマネを。ちょっと待ってお前だ。ちょっと待てお前だ。俺の滑舌も馬鹿にしてきてるの。こいつはね。この寄せようとした。したたら。でもそう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 。したたらずえぐいとか。お前がしたたらずだと思ってんだろ俺思ってません。お前は思ってんだろ。思いやいややりすぎやろ。お前は思ってんだろ。やりすぎ。 いやいやいやだけどそう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 あるださんのちょっとモノマネは確かに確かにねめちゃくちゃは似てないんですよじゃあじゃ度僕いいですかおっ本人来たはいえ鳥取県米子市ラジオネーム白ン丹ンスはいえ6月9日 NSC の講師としてお笑いの授業をする関昭夫さん今バラエティーで裏回しってあるでしょあれ実は NASA が開発したんだよね。えぇ裏は NASA 裏はやる。この子なんでこんな情報知ってんだやかましい違うんすよ、それ。冗談なんすこれ冗談なのこれ冗談ですよ。リアルだぞ。いやえ当てても。白番単。すげーなやっぱ面白いな、本人は。えじゃあ続きまして、ラジオネーム、レディオッツさん。はい。で、6月8日に、研究の成果は、 研究の成果を記者の前で発表する関明夫さん。はい、スタップ細胞はあ、るん言うた改めて言うた。<laughs> ありますじゃなくて。<laughs> ありますじゃなくて、あるんだよな、ね。関さん、ね、<ー>風やな。関さんの言い方や。関さんの言い方やな,いな。ええな。これは俺の言い方あるな。<laughs> はい、えー、東京都。えー、なんだこれ。 モテアマス・サチモスさんね。はい。<ー>ラジオネームね。えー、で、6月13日。えー、好きな子を屋上に呼び出した関アーさん。<お>好きな子をね、はい、屋上にこう呼び出した。はいはいはい。そこで関が言ったこと。はい。何が言いたいか、もう、わかるでしょ。<laughs>

6月10日関谷きがアイドルのコンサートに持っていく内輪に書いてあることいい加減気付けってこと言うな関谷きょうだいそうだな気いてるのこっち見てじゃないんだなフレーズですねいい加減気付けってことああいいですねめちゃくちゃええやんか続きまして「角えっ角増し」 え、ラジオネーム、ゲロ、ゲロオムさん。六6月11日、出前スタッフとして働く関明夫さん。こんにちは、ヒューマンイーツです。怖いや。怖い、なんか。独立して始めたやん。あヒューマンイーツ。ヒューマンイーツは怖いな。怖いよ。見たことないメニューありそうやな。 これ面白いって言ったら、はい、こういうことこれ先に言っちゃいけないんだろうはははいはい、はいこのメールハマってます、はい、このメール,メールちゃ結構ちょっとハマっちゃいました、ね<ー>はい、豊島区ラジオネームつ、えー、爪痕さん、はい、6月14日関明夫さんが小さい子供とにらめっこをしていましたいきますよにらめっこしましょう笑うと負けよチップップ <laughs> い怒られんぞ あきさんチップップ笑ってくれんねや。えーえー、チップっぽ、ね、いいですね。きれいかったよまた。チップっぽ危ないぞ爪だと。えー、大阪府ラジオネームそら失礼。はい。え六、ー、月こ日のか商店で失礼なことを言われた関脇夫さん。うん。<laughs> 山田君円楽さんにチップ三枚埋め込んで。<laughs> あかんことなの。チップ抜いといてじゃなくて。めちゃくちゃな、あかんことで。チップ3枚埋め込んで、埋め込んでって大盛り上がり三枚は。えぇー。座布団でも出ないよ。いやいやいや、でもね、本当に。ほんに入ってるから、この人。えぇあ、これいいですね。はい。え神奈川県ラジオネーム、えぇー、りくじさん。はい。6月十一日。 初めてのソープランドで、うん、ソープ所から巧みな技を受けた関明夫さん。読んでくる。君、本当に地球人 <laughs> <laughs> やかましいわ。年伝説ギャグや。年伝説ギャグや。そんな気持ちよかったね。レプのね。そう。でもあるよ。その風俗店とかでさ、オプションある。そうオプションでいろんなとこなんかあるじゃん。はいはいはい。でオプションね。え取るか取らないかあなた次第とかね。そうフレーズがフレーズ使われてんねや。おもろ。そうでもねそのフレーズな。うん。やっぱ面白いですね。面白いですね。はい。 えー、そして、えー、東京都ラジオネーム、てっぺさん。はい、6月6日、また風俗店を訪れた関さん。うん、すいません、予約してないんですけど、 チップ埋めてる子いますか何やねんそれ自分たちはもうマイクロチップの話しかしてないの違いますリスナーが勝手に塗ってるだけですはい、もうリスナーが独断でやってますこれは独断ではいでもこんだけチップチップって来るってことはねなんか自分たちはずっと毎回あるたんびにチップのことを 言ってるだけだろ、お前。いやいやいや。がね、特にいじってるんすよ、や。セがね、レプがね、せいやずっといじってます。え、仲良くないだろ、コンビ。いやいやいや、仲いいっすよ。仲いいのがいい方っすよ。いい方っす。レプにしては仲いい方っす。さあ、というわけでメールは以上となります。えー、あー ちょっとでもたくさんいていただいてもうお別れの時間ということでちょっとノンストップでしたマジでおもろすぎます関さんのおもろすぎたいやいやいやでもねいろんなね振り返った話もありますけどね暑かったっすよマジでいやいや熱く生きなきゃダメですようわほんまにいろいろありますけど結構コンビの話が 特にささんの思いがめっちゃおかつ聞けてでも言えなかったよそうそうやめてすぐにとかはやっぱ言えないよどっちかっつったら向こうもほら違う人と組んでたでしょみんながねそうそうそうでもそういうのも裏でありながらもあった状況だからさそうそうだけどすごい吉本総出で辞めてもさ辞めたら吉本総出で俺のところ誰もいないの はいはいはい,はい、はい、向こうは誰か劇場でなんか呼ばれてとかなんかあるんだけど、うん、そうすねう俺吉本からの仕事一個も何もないのよはいはいはい、はい、だから自分で仕事を作っていくしかなくてっていう状況でいたのは覚えてる、うんうん、はあそれが巡り巡ってこの「オールナイトニッポン」にうん ていいたただけとうめっちゃ芸人っすねほんでマインドがマインドはねそれはいまだ変わらないよ肩書もだから芸人っすよでもいい人たちと一緒にいた鈴木治さんとか西原健二さんとかその作家さんでもね名だたる方々ねそしてまたモミノさんとかね戻るチャイルドマシン作家さんそうモミノさんとかでやっぱこう真のある芸人さんだった人たちだってねやっぱみんな吉本でも特に俺のこと愛が やってくれたのをさ、はい、東野さんそうですすね、ややりぎってて。東野さんとやっぱジュニア3年ねそれとあと山崎峰あ今はもう築堤峰このお三人がやっぱこう育ててくれたよねああすげえ今でもまあ交流というか 今は自分独自の世界に入ってるから、まだ、ね、世間でこう結果出すまではやっぱ会うことってなかなかできないけど、うわあだけど、やっぱ嬉しいよねその、あの時いた先輩たちって全員本気でさ、はいはい、真っ正面からぶつかってきてくれてそれは本当に財産だよね。は 誰よりも人間臭いというかいや,いやだって芸,い芸人なんて所詮はそんなものなのかはあ<ー>はあ<ー>いいかいやで関さんのいろんな一面聞けましたそう言っ,っ、はい、てくれるのは嬉しいです、ね、めちゃくちゃよかったです最高やなあ だかぜひねまだ競馬の話もねオカルト競馬とかオカルトに関してはもう何でも聞きに来てくださいオカルト競馬やってみたいあとはもうマジでその喋れへんこととかねちょっと教えてくださいまたそうなんあと髪の毛のやつ何でしたっけエクソソームエクソソームエクソソームが俺スケジュールに入ったら終わりやわいやいやいやエクソソーム多分打ってくれる人いるから16年生やってもらえよお前 さあ、というわけでありがとうございました本日のゲストミスター都市伝説関昭雄さんでしたどうもありがとうございましたいやすごかった関さん最高でした信じるか信じないはあなた次第うございやいやありがとうございましたいや楽しかっためっちゃ楽しかったですあれだし嘘でしょ今夜の「黒子の独り言」 会計や技術の専門用語ってなかなか難しいですよね。そこで私の出番です。わかりやすく説明する通訳みたいな仕事をしてます。以上、管理部岩本さんの